2ヶ月半前の9月23日に夫婦になったけど、なんだかもっと前から一緒にいた気がします。そしてこれからもずっと一緒にいるんだと思います。エリちゃんはこういうものをあんまり捨てないでしょうから、この手紙はまた何回か読まれることでしょう。それは何月何日でしょう。それは分かりません。ただ僕は知ってます。エリちゃんはその時笑ってます。女兄弟で育った私にとって男の子の子育ては戸惑うことばかりでした。体が大きくとても重いし、ゲームと漫画で目を悪くするし、骨折を3回もしました。高校時代には突然頭を自分で丸刈りにして驚かされました。でも一番嬉しい驚きは、こんなに綺麗なエリコさんと結婚することです。幼稚園から大学、そして社会人になってからも、あなたの周りにはいつも素敵なお友達がたくさんいてくれました。今日も遠くからこんなにたくさんの方がお祝いに来てくださっています。いつほくんといる時のあなたは素敵な笑顔にあふれています。子供が笑顔でいてくれることが母は何よりも嬉しいのです。こんなにたくさんの方々があなたたちを祝福し支えてくださっています。今の気持ちを忘れずに、いつほくんと二人で笑顔の絶えない家庭を築いてください。あなたの与えてくれる圧倒的な安心感の中で、私は行きたいところに行きたいと言え、やりたいことをやりたいと言え、楽しいことを楽しいと言え、嫌いなものを嫌いと言え、そして好きなことを好きと言えます。この先、楽しいこと、辛いこと、嬉しいこと、悲しいこと、どんなことがあっても、私はいつも好きなこと、やりたいことを応援し、いつも味方でいること、そして私自身、あなたの前でいつも素直でいることをここに誓います。健やかなる時も、やめる時も、喜びの時も、悲しみの時も、止める時も、貧しい時も、エリちゃんを愛し、敬い、慰め、助け、真心を尽くし、そしてずっと隣にいて笑わせ続けることを誓います。